皆さんこんにちは、レッドです。今回の動画はミラー型ドライブレコーダーになります。え、ミラー型ドライブレコーダー、またレビューすんのかよところがどっこい、今回のミラー型ドライブレコーダーは日本人にぴったしなのと今の時代にぴったしなドライブレコーダーなんです。チェンジのスマートメディアレコーダー。とりあえずですね、中身を見ていきましょう。ライトハンドセット、ファイヤー、オープン。今回のミラー型ドライブレコーダーのサイズは 11.88 インチです。そして形がですね、長方形になっております。そして今回のドライブレコーダーの見どころとしてはね、カメラが右側についてるんですよ。今まで紹介してきたカメラは左についているので、運転席側にミラーをこんな感じで傾けると外側を向いてしまうんですね。カメラの角度は多少動くんですけど、根本的に運転席を向けているとこのカメラが向く限界があります。そしてカメラが右にあると、こう運転席側にカメラを向けます。するとね、カメラの調整幅的に右に寄っているので、このフロントカメラが中央をがっつり映すことができます。だから今まで販売していたミラー型のドライブレコーダーは基本左しかついてなかったので、日本設計ではなかったんですね。今回のモデルはそういった対策ができています。でね、もう一つね、すごい機能があるんですけど、それは後々ご説明していきます。そして付属品でクラス10のマイクロ SD カード 32GB が付属しています。だけどね、 32GB だと容量的にすぐいっぱいになっちゃうので、最低でもやっぱ 64GB は欲しいですね。そして付属品はドラレコを固定するためのゴムバンドが2セット付いています。そして GPS、 バックカメラとバックカメラの配線、そして電源ユニットはシガーソケットから取ります。そしてレンズを拭くためのクロス、そして最後に取扱説明書、これは全部日本語マニュアルになっています。そして今回取り付けていくのはこちらの軽トラなんですけど、軽トラのナンバープレートのところにリアカメラを取り付けてしまうと結構画角がね、下に行きすぎるので、今回からですね、リアカメラはここに設置するようにします。ということで、取り付けた状態からレッツスタート。今回はチェンジャーのミラー型ドライブレコーダーをレビューしていきます。これがね、すごい機能がついてるんですよ。こんな感じでバックカメラが取り付けできました。それではドライブレコーダーの基本的な機能を見ていきます。スイッチオン。起動しました。まずこれがリアカメラです。画面を縦にスライドすると今のね、画角を確認することができます。なので常に映しておきたいところをこうやってね、固定します。そしてここのボタンを押すとフロントカメラですね、フロントカメラに移動します。フロントカメラは今カメラがどこを向いているのかをこうやってね、確認することができます。そしてルームミラーを動かさなくても裏にあるカメラレンズですね、このカメラレンズを動かすことによって今のね、位置から、微調整することができます。角度もね、少しだけ右と左こうやって傾けて調整することもできます。そしてもう一度ボタンを押すとフロントカメラ、リアカメラ両方見ることができます。そして設定内容はざっくりこんな感じになっております。そしてここからがね、すごい機能なんです。普通操作をするときに画面をタッチしていろいろ操作をします。そしてね、今日本の法律ではながら運転が禁止になっているので、走行中などにですね、こうやって画面の切り替えをやってしまうとダメなので、音声操作を行っていきたいと思います。モニターオフ、モニターオン、フロントカメラ、バックカメラ、録音終了、録音開始みたいな感じで画面を触らずに操作することができます。この音声操作なんですけど、今の日本の法律で言うとめちゃくちゃね、重要な機能ですね。走行中に操作ができないので音声で操作をしてしまうという素晴らしい機能です。モニターオン、フロントカメラ、バックカメラ、録音開始、録音終了、モニターオフ。すげえ、魔法みたい。それでは実際に走行映像を見ていきましょう。
まずこれがフロントカメラなんですけど、やっぱね本体が重たい分ブレがね多少あります。あとねこのフロントカメラおかしいことにね、色がねなんか肉眼で見るのと違うんですよ。これがリアカメラなんですけど、これが肉眼で見た時の色に近い状態です。で、これがフロントカメラの影の状態。なんか夕方みたいで気持ち悪いんですね。そしてこれが同じ場面のリアカメラ、影でもねこれだけはっきり見えます。今これがドライブレコーダー本体の音声収録です。果たしてねどんな感じなんでしょうか。あとですね LED 信号、こちらしっかり対応してます。ピコ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 なってるので対応はバッチリですね。青信号もバッチリじゃないですか。いいね。フロントカメラは LED 信号対応してます。さあそして肝心のバックカメラ、これはですねちゃんと LED 信号対応してます。ピコピコなっております。そしたら明るいところから暗いところに、暗いところから明るい時の映像です。ワイドダイナミックレンジ、このね色がすぐに通常の状態に戻るのが理想。なんかねフロントカメラ暗いですね。そして同じ場所を、バックカメラ、映像がとても綺麗です。ちゃんとね入って出た時も色の変化としてはね対応が早いので素晴らしいですね。リアカメラめっちゃ性能がいいです。そして、おなじみの走行テストなんですけど、これ今ね3時頃の撮影なんですけど、夕方みたいな色になっててね気持ち悪いです。画質自体はいいんですけど色味がねこれ個人的に嫌だなって思います。そしてこのリアカメラです。このリアカメラはね色も画質もめっちゃ綺麗。このリアカメラをフロントにつけた方がいいんじゃないのっていう疑惑はありますね。まあ、とりあえずリアカメラはめちゃくちゃ優秀です。そしてこれが夜のフロント映像です。思ったよりね画質は良くないですね。周りの景色を見ててもねなんかちょっとボケてる感じがあるのと、ノイズが入ってるような感じがあります。そしてリアカメラなんですけど、ここはねやっぱね夜も綺麗です。リアカメラはね、まあ、間違いなく画質はいいです。そして真っ暗な部分を走ってるとですね、なんかノイズっていうかなんかね黒い部分が変な模様みたいなのが出て、フロントカメラはねあんま性能良くないです。そしてリアカメラなんですけど、暗い部分でもねまあ超綺麗ってわけではないんですけど、そこそこ綺麗な感じはします。夜の映像を見ればねだいたいカメラの性能がわかる感じです。この後ろのカメラに点数をつけるなら85点、フロントカメラに点数をつけるなら45点って感じですね。昼間はねやっぱ液晶がねまともに見えないですね、これぐらいの光の量だったら。今液晶の明るさはマックスなんですけどほとんど見えておりません。そして前ね視聴者さんのコメントでミラーを天井に向ければ見えやすいですよって言われたので、今天井に向けています。天井に向けたらねめちゃくちゃ見えます。今ね昼間関係なしに見えます。なので夜でも昼間でもしっかり見ようと思ったら、車のね天井に向けておけばねめっちゃいいですね。めっちゃ見えるな。モニターオン。液晶がついてるんですけどね、この後ろの部分、後ろの部分が反射してる場合はちょっとね見えにくい、ちょっとっていうかだいぶ見にくいんですよね。なので今からこの反射防止フィルムを貼ってみたいと思います。こちらから半分が反射防止シートを貼っていて、こちらから半分が反射シート防止を貼っていません。この後ろからね手をこうやってやっても全然違う。デメリットとしては電源を入れないとミラーとして役割を果たしません。液晶を特化して使いたい場合はこの反射防止フィルムを貼って、液晶画面とミラー両方使いたい場合は反射防止フィルムは貼らない方がいいです。まあ、基本このフィルムを貼っておけばどの角度でもどの時間帯でも基本安定した液晶が見えるってのがポイントです。こんな感じね、見え方はこんな感じ。全然違うわ。モニターオン、モニターオフ、反射の具合が全然違う。皆さんいかがだった
ったでしょうか。チェンジャーのミラー型ドライブレコーダー、カメラが右についていて音声操作ができるのはめちゃくちゃ良かったです。そしてデメリットとしてはフロントカメラの画質というかね、色合いが悪いです。あとミラー型ドライブレコーダーの重量がかなりあるので、ちょっとした段差でねカメラが結構揺れます。まあ、そこはね気になっちゃいますね。なので改善してほしい内容としては軽量化、あとはフロントカメラの画質向上、これができたらめちゃくちゃいい商品だと思います。で、よく言えばね GPS もあの一体型にできたらいいんですけど、それは多分重量の関係が関わってくるので、まあこれはしょうがないのかなと思います。そんな感じです。それではあなたのカーライフが楽しくなるようにレッツカーエンジョイ。今回紹介した商品の詳細は下記の概要欄に載っていますので、興味がある方はぜひチェックをよろしくお願いします。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。Twitter、Instagram をやってますので、動画を配信するより先に、最新情報が載ってる場合がありますので、気になる方はぜひチェックをよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。